防衛省によると北朝鮮は13日午前7時22分頃同国内陸部から少なくとも一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射しましたこのミサイルは大陸間弾道ミサイル ICBM-9 とみられ 日本の排他的経済水域 EEZ 外の日本海上に落下しました。現時点では航空機や船舶への被害は確認されていません。北朝鮮の弾道ミサイル発射は3月に7日以来となります。日本政府は13日午前7時55分頃、 ミサイルが北海道周辺に落下する可能性があるとして全国瞬時警報システム J アラトを発令しましたがその後落下の可能性はなくなったとして訂正しました北朝鮮のミサイル発射を受け 岸田首相は13日午前9時55分に険しい表情で首相官邸に入りました。韓国軍合同参謀本部によると発射場所は平壌平壌付近であり通常より高角度のロフテッド軌道で打ち上げられ約 1000km 飛行して 日本海上に落下したとされています。韓国軍関係者は中距離以上の射程を持つ新型の弾道ミサイルで固体燃料式の新型 ICBM の可能性もある。との見方を示しました。岸田首相は発射直後、 関定機関に情報収集、分析に全力を。あげるよう指示しました。午前9時過ぎには首相官邸で記者団に対し、北朝鮮が弾道ミサイルを発射した。我が国領域内に落下していないこと。を確認していると語りました。 日本政府は国家安全保障会議 NSC4 大臣会合を開き、今後の対応を協議するとともに、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮側に抗議しました。